皆さん、これが一番悩まれるフィルムです。イェイイェイ。インバッ、インバッ、ンバッからお送りします。ぴょんぴょん。ということで、今回はですね、私と皆さんでお風呂タイムを共有したいと思います。バラリア、バラリア。今回はですね、入浴剤なんですけれども、まずはいつも絶対これで入るっていうのがあって、これはもう本当、顔も体もスベスベになるっていう、このこちらです。こちらはですね、番組で、IKKO さんとご一緒させていただいたときに、お手土産でいただいたものでございます。U のモイストパウダーリラックスタイム、ベランダ、ラベンダージュニパーの香りです。精油が入ってるってことで、めちゃめちゃこれが好きで、いつもこれやってるんですけど、まあ、今回はちょっと変わり種ということで、こちらももらったやつなんですけど、このグッドナイト流星群っていうのも、オシャンティーな感じで、これもラベンダーな感じになってます。あともう一個が、あ、もうくたくた濡れちゃった。これです。ノーバン、フラワーコモフラージュバス、シロツメクサスズランっていうことで、こんな可愛い感じになってます。今日は、グッドナイト流星群にします。もう今日は夜で寝る前なので、明日もちょっと早いので、こんな感じで決めたいと思います。君に決めた！クロメイソー。します。いい香りだ。リラックスユー空間へようこそ。皆様、本日は当店のアロマストアをご利用いただきまして誠にありがとうございます。今回のヨガを担当させていただきます南川みどりと申します。よろしくお願いいたします。今回のコースはリラクゼーションとなっております。皆様の中でお医者様もいらっしゃいますでしょうか。万が一急性疾患になってしまった方、そしてご体調が悪くなってしまった方にはお医者様がついていただけますようお願い申し上げます。それではスタートです。わかりました。皆さんの心の扉をゆっくり開けていきます。クロンダリーがそうカプチャーゲーオンメガンドマインがクンマイオージェガドリソリがここでお水を一杯飲んでいただきます。お水を飲めた方からゆっくり自分の世界に入っていきましょう。今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり心の扉を開放していきましょう。自己承認を得られない方がいらっしゃいましたら、ぜひ目をつぶりながらお手を挙げてください。その手を私はハイタッチ。いかがでしょうか。誰かがきっとあなたの隣にいるのです。ゆっくり目を開けてください。これは私のお気に入りのキャンドルで、茶色い方がナイツの匂いと、この前の真っ白いのがムスクっぽい香りになってます。今日も一日お疲れ様でした。あなたの心をゆっくり解き放ってください。目を閉じて数を数えましょう。1、2、3、4
大体お風呂はルーティーンは決まってて、これまず本当に絶対譲れないんですけど、まずメイクを下のまま入っちゃったら、メイクを落とすんですね、先にクレンジングで。もう本当にお湯とか何もつけないで、クレンジングバームをよく使うんですけど、最近はクレンジングバームをこっくり取って、で手の裏で温めて、それでこう溶かしていく感じです。私なんか肌的に皮脂が詰まりやすいので、すごくオイルとかがなかなか向いてなくて、水っぽいクレンジングがすごいずっと使ってたんですけど、まあそれもいいんですけど、ジェルとかなんかそういった類の方がすごく今は好きですね。あとこう残らないというか、バームもすごい好きですね。バームは洗い上がりしっとりするし、だいたい2次洗顔2度洗顔がいらないからすごい好きで、でそれで洗顔したらシャンプーして、でリンスしてる間に時間を置くために歯磨くんですね、お風呂で。でリンス流して、まずシャンプーを完了させるんですよね、はい。でその後に洗顔して、で首周りとかもニキビ用の洗顔で洗ってるんで、首周りとかも洗って、なんか背中の汗もできやすそうなところとかも洗って、顔洗った後に体洗うみたいな感じの流れになってます、いつも。それが一番自分がちょうどいい感じで、だいたい15分ぐらいでシャワーは終わる、うん、湯船入ってもちょうど干しやすいから、そんなに長く入らないようにしてます。だから今日もちょっと低めで40度にしてました。ほとんど毎回お風呂に携帯持ってきて、で音楽聴きながらお風呂するっていう感じです。皆様の中で同じ境遇の方はいらっしゃいますでしょうか。ぜひ挙手をお願いいたします。クロンのレイグソー、いや虹プロジェクトがマジでいいんだよ、本当に最高。ユナちゃんが本当に、ゆなちゃんがこう褒められた時に、こう周りのメンバーみんなもすごい泣いてる時が、もう本当にもう涙出ちゃった私、毎回泣きながら見てる虹プロジェクト。どんなレイユソー、はい、ということで、マリアムレンさんの共にお風呂タイムいかがでしたでしょうか。今日一日が皆様にとって実りある一日になりますように。一日頑張った自分にお疲れ様と言いましょう。ナマステ、おやすみなさい。